ちは。あ、すごいコメント来ました。こんにちは。こんにちは。すごいお久しぶりです。なんかこんにちは、元気です。緊張します。何回やっても緊張します。こんにちは。こんにちは。声大きくなりましたか？そうですか。前髪切りました。気づきましたか？ちょっと自分で切ったらすごいことになったんですよね。でも整えてもらいました。そしたらちょっと短くなりました。聞こえないですか？これちっちゃいかな。これいいか。ちょっと静か、静かだな。いてたたたた。そう、うたた寝してました。さっきまで15分、1時間前ぐらいずっと寝てました。何喋ろう。本当に何も決めてないんですよ。とりあえず出す。これ。この時間毎回寝てる。だって。でも私最近夜ご飯とか食べた後すぐ寝ます。結構な、結構な3時間とか寝ちゃって。いつもやってしまったと思って起きます。アルバム予約した、ありがとうございます。日向坂、皆さんはもう予約してくださいましたか？ありがとうございます。この間ね、レコメンさんでマイファンズ流れてたんですけど、聞きましたか？聞いたのかな。おー、嬉しい。やばい、すごい静かですね。なんか静かだと喋りにくいです。だからちょっとなんか音楽とかかけたいですね。あ、マイファンズ好き。うん、嬉しい。なんか本当に今までとちょっと違いますよね。かっこいい。今コメント読んでます。ちょっと大丈夫か、ゆるゆるすぎて。いつもなんですけど、お、今日誕生日おめでとうございます。今日は8月の何日だっけ、27日、おめでとうございます。ブラックコーヒーどうだった？あの、さっきも飲みました。あのスタッフさんが出してくださってコーヒー飲みました。でもそれはちょっと濃すぎたんですけど、あの薄めたら飲めました。でもなんか甘いものと一緒に食べるといいのかなって思いますね。でも飲めなくはなかったです、ブラックコーヒー。濃すぎた。すごい味って言っちゃったけど、すごい失礼なこと言っちゃったけど、別にそうまずいって意味じゃなくて、なんかいろんな深みとかも合わせてすごい深い味っていう意味で。スイーツ何が好き？スイーツは何が好きかな。でもティラミスよく食べます。スイーツ何が好き、
集中するとね静かになっちゃうんですよね。すいませんね。あ、すいません声ちっちゃすぎますよね、ごめんなさいあ、アンケート機能後でやりましょう。じゃあアンケート機能この間やったんですけどちょっと難しかった。3万人、あ、まだでした3万人ってコメントあったけど、あの普通人数見たら2万人、あ、3万人になりました。3万655人の皆さんありがとうございます。すいませんね、ちょっとこんなゆるゆるな配信を見てくださって、頭が切れちゃう。ショールームいつぶりですか。いつぶりだろう、でも多分冬ぐらいにやったのかな、前は。多分冬ぐらいにやりましたいつもゆるゆるだからセーフって。そうなんですよね。今何食べたい、今何食べたいかな。でもあのコーヒーの味が残ってるので甘いもの食べたいです静かですね。最近何してますかって。最近何してるだろうね。お仕事してお家帰ってご飯食べて普通の日常送ってます。髪の毛切らないのだって。でも私今伸びたいんですよね、髪の毛伸ばしたいです。もうちょっとだけ伸びないかなって思って生活してます。伸びたい。そう、これでも意外となんか前が短いんですよね、私の髪の毛って。後ろは長いんですけど前が、前だけだと短く見えます。なんか前もこの話ショールームでした気がする、してないかな。アルバム楽しみですね。楽しみ。9月23日なので皆さんよかったら手に取ってください。ショートのイメージない。そうですよね、ここに入ってから短くしたことないです。すごいなんか、何これ、なんか地球じゃないけどなんかミラーボールみたいな、継続中ってなんだろうこれ。すごいなんだろうミラーボール何なんですかねこれ。すごいかわいい。ショートにしないの、予定はないですね。あ、でもね、あの中学生ぐらいの時はこんぐらいにしたことあります。こんぐらい、こんぐらい。でもそっからはずっと伸ばしてます。あんまりないですね、短かったことが。うん、ボブ、ボブ、ボブなのかな、ショートじゃないけど。新3期生と話した、新3期の子は話しましたよ。みんなかわいい平野もかわいい、みんなね元気なんかすごい。マリーちゃんは、マリーちゃんもいつもこうやって、いつも通るときにこうやってお辞儀してるのかわいい。みくにちゃんは元気くにちゃん笑い方がかわいい。はるよちゃんは、はるよちゃんにしっかりしてるなと思うんですよね。あとかわいい、よく目が、目合う気がするひなのもかわいいひなのもいつもかわいい。
最近はあんまりしてないですね。ゲームはやろうと思ってるんですけど、やってないです。すぐ本当に飽き性すぎて直したいです。家で何やってるんですか？何やってるんだろうな。でも寝てますね、よく本当になんかもう人間の生活なんですけど結構ダラダラしてます。あ、すずちゃんが見てるって嬉しいやーいすずちゃんがすずってあだ名だから私はひいじになります。あざとかわいいの MV の思い出ありますか？ MV の思い出は、MV の思い出はあるんですよね。ありますよ。あ、でもなんだろういっぱいあるんですけどちょっと思い出せないです。なんだろう、あざとかわいいの MV はグリーンバックで撮影したとかですかね。あ、でもあと髪をあんまりなんか表に出るときに結ぶことが少ないんですけど、そのひなのとのツーショットのカットで髪を結んだっていう思い出いつもこうやって下ろしてるんですけど、下ろしてるんですけど結んだっていう思い出。衣装可愛かった、嬉しい。可愛いですよね、水色のセーラーとかあって可愛いです。あとズボン短かったり半分可愛い、あれ日向っぽいなって思います。静かになっちゃったとっくりん、昨日ダサダの副音声登場したんですけど、聞いた方いらっしゃいますか？見た方いらっしゃいますか？コムちゃんとねおちょことやりましたそう、得が食いがわら、いのみだっけ、食いがわら、なんかこのちゃんのめいめいさんが食いのみだから、その食いのみの本名は食いがわらいのみだっけをっていうのをそのドラマ撮ってる時に考えて3人で楽しんでました。あ、そう、昨日クミさん、昨日メンバーに会ったんですけど、クミさんがなんかパンダの人形をくれたんですよ、くださって、でこのちょっと前にもちっちゃいパンダをその磁石でくっつくやつをいただいたんですけど、クミさんが見つけて私にくださって、優しかったです。しかもめっちゃ可愛いんですよ。しかもすごい触り心地がいいパンダでした。布団にいます、私の。すごい優しいです本当にいいグループ、はい、そうなんですあ、15分経過しました。だって早い、何も喋ってないけど大丈夫かなうーん、いいけどね、本当に優しくて。待って待って、コメ
弁当どれを持って迷ってるうちにね、だんだん溜まっちゃう。何時までだって1時間だから6時かな、6時ぐらいまでスクショタイム。一瞬唐揚げ食べてる。最近食べてないです。唐揚げ自分で作りたいな。唐揚げ、お、4万人ありがとうございます。4万人の皆さんありがとうございます。あ、これ使う時が来た。お絵かき、お絵かき、何したらいいと思いますか。お絵かきで何しましょう。ん？お絵かきの、何？パンダ。パンダ。パンダ。あ、パンダいっぱい。エシリトリ、確かにエシリトリ。じゃあ5分だけやりますね。今19分だから24分まで。どうやってエシリトリしよう。なんかとりあえず始めてみる。じゃあパンダからやります。エシリトリどうやってしたらいいんだろう。待って、見せた方がいいの。エシリトリってどうしたらいいんだろう。まあ、とりあえず書いてみよう。パンダ雑。パンダ、ちょっと口がすごいことになった。パンダ、あ、じゃあ皆さんにパンダ、じゃあ皆さん答えください。ダダダ、あい、答えちゃダメ。パンダ、パンダ、ダーコの、じゃあコノちゃん。ダーコの。じゃあコノちゃんにする。コノちゃんは可愛いから。難しいな、質問に。かわいい。コノちゃんってどんな前髪だっけ。あ、意外とうまく描けた。普通の顔になっちゃった。普通の顔になっちゃった。昨日じゃメガネかけてたから、メガネかいとこう。なんか変になった。可愛いでも。はい、ダーコの、ちょっと変になった。ダーコの、の、のぶこ。すずちゃん、富田鈴香、信子だからこうでしょ、こう。ん、え、待って、どういうこと。待って、パンダ、でもファンの人が言う、ん、ファンの方が、ん、どういう仕組みにしたいのか分かんない。パン、パンダ、ダーコの、え、の、信子だったら書いていいのかな。すずちゃんは書いていいのかな。書かない方がいいかな。書かない方がいいことはないけど。書かない方がいいことはないけど、その交代交代でやった方がいいのかな。まあ、書いてみよう。じゃあすずちゃん書きます。すずちゃんも髪の毛短いもんな。一緒になっちゃうよこれ。
で怖い、怖くなったちょっと待ってちょっと口濃くなった口濃い、うまいやり方あ、サナちゃんズギター買いとこう。この松田コノカダーコの信子富田鈴香花ちゃんつぶ信子小魚すごい小魚いけるの。なお人の顔って難しいよ。だって難しいな、みんな一緒になっちゃう。魚でごまかす。おナッチョさん待って、もう過ぎちゃったかなきっと。あ、24分、じゃああと2個にしよう。ナッチョさん、ナッチョさんの次で終わり。でも輪郭まではちょっといい感じじゃないですか。ここまではいい感じなんですけど、ちょっと難しいな。ちょさん、うん、なんだかもう終わり、ちょうどいい感じで終わり。なんか違う人になった感じね。同じに見える、確かに全部同じ。よナッチョさんのよ、よが最後、よよっこらしょ難しい、よヨーグルトよ、あ、ヨットでいいじゃん、ヨットにしよう。ヨットちょっと難しいな。終わりよっと、はい終わり何してるんだろうはい終わり。パンダ、はい、おさらいします。パンダ、ダーコの括弧松田コノカの信子括弧富田鈴香小魚、過去小魚を、ナッチョさん、過去シオサイマさん、ナッチョさんのよで、よっと終わり。上手、うまいだって。やった、嬉しい。ちょっと明るくしてみよう。お、明るくなった。やった、よし。終わり。でも終わったんですけど何喋る。何喋りましょう。お疲れ様、ありがとうございます。アンケートアンケート何しますか。何しますよ。
あと何分？あと30分。あ、ちょっと足がしびれた。あ、変わったクイズ？何かあるかな？変わったクイズ。何しよう。どうしよう。またクイズ。またクイズでしょ。何があるかな。今日なんか食べたもの。食べたものは食べたものクイズ。何食べたっけ？あ、じゃあおにぎり食べました。そういえばおにぎり食べたので、じゃあその具そんないいですか、そんなくだらないので。あ、好きな四字熟語。アンケートのやり方忘れました。え、これできないですかね。怖い、変なとこありそう。待て、え、これできますか、アンケート。あ、テロップ、あ、できた。投票。じゃあ1が結局おにぎりの具にする。おにぎりの具にしますか。ちょっとおにぎりの具はちょっとくだらないですか。このちゃん見てる、ありがとう。このちゃんありがとう。あ、いいよ、だって。じゃあおにぎりにしよう。じゃあ1が、1が、明太子で、2が鮭。投票開始できてますか。待って、書いとこ、できるかな。1が1、明太子ね。あれ、1、明太子、明太にします、もうめんどくさいから。2が鮭。オッケー、どうでしょう。お、いい。お、じゃあ30秒待ちます。30秒、ちょっとタイマーしよう。ちゃんとタイマーする。タイマー。じゃあ今から20秒にしよう。じゃあ20秒後に終わります。タラタラチキン、どっちも好きです、おにぎり。どうでしょう。え、両方投票できるのかな。あー。音鳴っちゃった。大丈夫かな。焦った、ちょっと焦りました。タイマーしてました。じゃあ終わりますね。はい、投票終了。お、めっちゃいい勝負。1が 48.3%、 明太子で、2の鮭が 51.7% です。あ、じゃあいいこと考えた、これに書きます。正解は字汚くなった。ちょっと待って。待って。でも書いてる感じがわかるかな。はい、正解は
ってます。正解はじゃん、1の明太子。ちょっと上失敗した正解お、じゃあ私の勝ちです。2の方が多かったので。でもすごい誤差でしたね。惜しかったです、皆さん。あ、間違えた間違えた間違えた。オッケーオッケー。はい、明太子入ってるの食べました。鮭嫌いじゃないですよ、鮭も好きですよ。でも鮭選びがちです。とか明太子も迷います。皮も好きですよ、鮭の皮は相変わらず好きです。硬い重いハート、あ、そうです、あざとかわいいのミュージックビデオというかダンスの中に片思いハート、え、こうだっけ、合ってる、ちょっと不安ですけど、こうやってやるっていう、合ってる、ちょっと不安なんですけど大丈夫ですかこれで合ってなかったらちょっと大変多分合ってます、合ってるファンの皆さんに合ってるってありがとうございます。すいませんね、合ってるだってありがとう。さっき怖いん、怖いの話して、怖い話して、でもさっき怖いの見てました。そんなにちゃんと見てないんですけど、怖いやつ見てました。あ、テロップだ、失敗だって、消しますね。あ、待って、間違えた、テロップを削除、はいはい、よし、お化け屋敷行きたいですね。うまみパンさんやって、うまみパンさんあれかわいいですねうーん、絶叫系は苦手なんですけど、お化け屋敷はなんとなくいけるかな。一人とかはさすがに無理ですけど、でもびっくりするのが怖いです。なんか、まあ、それがお化け屋敷なんですけど、髪伸びました？静かになっちゃった。宣伝、宣伝もするよ、宣伝っていうか宣伝って言っちゃったけど、あ、愛犬のチョコの性別はオスです。実家で犬飼ってるんですけど、オスです。私の飼ってる犬はオスです。茶色いからチョコ、そうです単純、私が小学生の時に迷ってつけた名前、チョコ、単純かわいいでそう、茶色いトイプードル、かわいいです。うーん、うちの犬と一緒ってチョコと何を迷ったの、うん、
大晦日に買ったんですよ。これメッセージでも言ったんですけど、大晦日に買ったから大晦日の王を抜けて晦日にしようと思ったんですけど、普通にチョコにしました。小学校低学年ぐらいの時に買って名前考えようってなって、一人でっていうか自分で考えたいなってなって考えたんですけど、ちょっと晦日面白いですよね。あ、確か大晦日、大晦日の晦日だったら30日になるのかな、違うよね。あ、確かに味噌でよかったね。確かに味噌もかわいい、味噌かわいい。みそかは月の最終日ってことは大みそか、大みそか、ちょっと難しいからどうしよう。みそかついいな、食べたい。あ、日向坂のジャケット写真見たんですが、一人だけカメラですよ。そうです、それが使っていただいて、はなちゃんズに紛れました。で、今何時？お、あと20分。でも意外とあと20分あるんだ。ちょっといつも髪の毛触っちゃう。最近楽しかったことは、なんだろうな、最近楽しかったことは、最近楽しかったことでしょ？いろいろありますよね。いろいろありますよね。いろいろあるんですけど、なんだろう。楽しかったことは毎日楽しいんです。適当。でも楽しいですよ、本当に。明日3年目のデビュー見に行きますので、ありがとうございます。3年目のデビュー、お、よかっただって映画、ありがとうございます。今すごいネタバレそうになっちゃった。最後の曲あれ良かったですって書いてあって、言っちゃいそうになっちゃった。感動した、泣いた、本当。みんな見てくださって、開始15秒は早い。開始15秒で泣いちゃったんだ、早いです。
ちょっとコメント近くじゃないと見えない。どこまで見た？全然映ってない。すごい。なんでこのあとちょっとの時間無駄にしちゃう。なんか話そう。もうすぐ6万人、あと2000人の方見てくれるかな。あと20分ジャケ写の裏話。弊社の裏話か。花ちゃんずっと撮った。じゃあ弊社の裏話でしょ。なんか聞いてください、私に。どういう感じだったって。あ、でも、あ、はい、あれはなんかドアからこうやって出てるじゃないですか。あれはでもドアじゃないんで、ドアなんですけど、後ろ部屋があるんじゃなくて壁でした。わかりますか意味。ドアから部屋から出てると思いきや、ドア壁がこっちにあって、こっち側のドアが壁についててドアから出てる風に、いやセットってことではなくて、いや飾りのドアじゃないって。なんかこっち側のドアが、こっちにあるドアがあの壁側に来てドアから出てる風に見えるみたいな。だって難しい。ちょっと待ってください、あのジャケット写真見ますね一回。ちょっとすいません、ちょっと伝えたい。わかりましたか。難しいですよね。ですね、ちょっといなくなりますね。あ、はいはいはい。あのすずちゃんが座ってるじゃないですか。すずちゃんのこっちが、すずちゃんがここにいたらこっちにお部屋があって、そのドアが私の方に来て私が部屋から出てるみたいになってるんですけど、わかりますか。難しいな。あ、絵で描いて、確かに確かに。これ別にそんなに知りたくないですよね。そんなに興味ないですか。もうとりあえず説明だけします。え、これ反転してますか。さっきから思ってたんですけど、反転してますか。あ、してないか。富田がいて、ここにドアがある、ドアがあります。これ、ん、待って自分書いた方がいいか。これ私変わった。わかりましたか。あ、そうです。あ、開けたら壁です。ちょっとそんなに深く説明することじゃないんですけど、富田鈴香がいるところが、なんて言ったらいいのか難しい。これは富田鈴香は開けたドアの前にいて、私はここから覗いてるけど、ここは壁です。ここは壁。わかりましたか。おー、わかった、よかった。あ、そう、ドアに挟まれてる、壁とドアに挟まれてる。だから私は富田鈴香のこっち側に部屋があります。はい、よかったです。なんとなく分かってくれたらよかったです。まあちょっと分かんなくてもそうなのかと思ってください。お、あと12分。お、6万人ありがとうの方、ありがとうございます。お、分かった、だってよかった。
と12分を無駄にしないようにしなきゃ。でも2分ぐらい遅れて始まっちゃったか。分かったような気がする。よかった。あ、そう、アルバムにデビューカウントダウンライブの映像が収録されてるので全部見れます。あの A と B タイプ買えばはい、なのでぜひ楽しんでください。デビューカウントダウンライブ、すごい大切なライブなのでぜひご覧くださいあ、懐かしいです。オイルシャンプーさせていただきました。懐かしいな。そう、武道館のひらがなの時に やらせていただいた武道館のなんか同じというか、 なんかダンストラックがそれと一緒で、その後に乃木坂さんのオイルシャンプーをさせていただいたっていう、それが同じなんて説明したら難しいんですけど、そんな感じですじゃんけん、最初はグーじゃんけんチョキじゃあたくさんコメント読んでいきます。じゃあ最後の方なんで、もうあいこだって。なぜポーズ、どっち、なぜ、なぜちょっと振り間違ってた、心配だからやめた。一人っ子ですか。そうですよ、一人です。授業中寝るタイプでしたか。いや、でも中学校の時に本当になんか周りの人とか寝てたらどうしたら眠くなるんだろうって思ってて、で私もちょっと憧れたんですよ、その寝る人に寝る人に憧れて、私も目つぶったんですけど全然寝れなくて、でも中3ぐらいになったら自然と超眠くなって、逆に寝たくないのにめっちゃ目が閉じていくっていう現象に陥って、いや私は寝れなかったのが幸せだったんだなみたいなっていうのがありましたね。だから中1の時とかは寝てる人に憧れてちょっとやってみたい、寝てみたいなとか思ってたけど、でも眠いざ眠くなると睡魔ってなかなかあの解こうとしても解けないじゃないですか。だから結構大変でした。ハッピーオーラください。ハッピー、一番好きな教科は、今はもう全然、今は全然というか、その勉強してた当時はそんなに最近なんですけど、中学生の時とかは英語が好きでした。一番数学が一番苦手でした。でも何でしたっけ、あの比内の学力テストはすごい、あの思ったより大変なことになっちゃって、でも私記憶力、短期記憶が得意なんですよ。だから長期で覚えるのが苦手でっていう言い訳なんですけど、でもそんなに中学校の時はあんな感じではなかった、ちゃんとやってました数学難しいです、苦手です。一番短期集中型多分もういっぱいいる。もう受験頑張ってください。大変ですけど応援してます。ノート
と思ってる？ノート？でもなんか私物があんまり捨てれなくて、なんか思い出の品とかすごい取っちゃいます。だから学校の教科書というかテキストとかはちょっとだけあったりします、お家に。19なので大学1年生の代です。代というか19歳です。好きなパスタ？好きなパスタはでも好きなパスタというか今たらこのパスタめっちゃ食べたいです。スクショタイム？急なピースしかできない。うーん、狐の衣装、何でしたっけ、無観客ライブの狐はすごい着替えとかあったじゃないですか。あの衣装可愛くないですか？黒と白のやつ可愛い。早焼き以外のやつ、あれは皆さんにびっくりしていただけるかなって思いながらワクワクしてました。写真撮り忘れたんですよ。完全に撮り忘れました。撮ろうかなって思ってたのに忘れてました。サバの味噌煮好き？好きです。サバの味噌煮はすっごい好き。ココイチさんのトッピングで何が好き？ココイチさんのトッピングはエビカツとチーズ、いつもエビカツとチーズ。でも迷います。でも私がちっちゃい時というかここに入る前はココイチさんに行くと絶対フライドチキン頼んでました。今エビカツ美味しいですよね。美味しいです。ニパーニブちゃん、ニパーこれって何なんですかね、何なんですかねって言ってすごいあれなんですけど、ニパーってニブちゃんよく言ってるじゃないですか。なんかキャラがいいのかな。ニパーって言う、ニパーってかわいい、ニブちゃんよくやってるからかわいい。アッパーの変化系。ラーメンは豚骨ですね。というかなんかここに入って日向坂っていうか日向坂に入ってで、なんかちゃんとラーメンを食べたことがないです。なんていう かちゃんとしたラーメンというか、なんかカップラーメンとかはあるんですけど、ちゃんとお店に行ってラーメンを食べたっていう記憶がないです。だから山口で豚骨ラーメン食べてました。確かに福岡近いから美味しいラーメンいっぱいありそう。何々県っていう、何々県と言います。何々県です。山口県。串出しちゃった。すごい自然に串出したんですけどすいません。気にしないでください。何々県じゃなく何々県って言います。しとる県みたいな感じで言います。山口県は。そう、串出しちゃった。そう、串が目の前に置いてあって、こうやってやってたらこうやって開いたりしてたんですよ。そしたら自然に出しちゃいました。すいません。
串使い食べますよ、盗んでないですよ、ちゃんと自分なんです。フグは好きです、美味しい唐揚げとか。お、あとちょっと、でもこれ2分過ぎて始めたからちょっとだけうん、今回のアルバムで好きな曲はね、全員曲はでも選べないな、難しいな、なんか全部違う良さがあって難しいな優柔不断すぎて、なんだろうな、うん、確かにマイファンズいいよね。そう、日向坂もね、今までその CD とかにはなくてライブだけでやってた曲もそのアルバムで聴けるので、ぜひ。お、遅くなったけど誕生日おめでとう、ありがとうございます。お、ただがむしゃらにはいい曲すごいいい曲です。ちょっとまだ曲が多分解禁されてないので変なこと言っちゃいそうだからお、6.5 万人の皆さんありがとうございます、嬉しいな。そう、10代最後か、早い、お、6時になったあと3つ読んで終わりにしよう。あ、そう、動物ピースさんこれからね、ナタのメンバー出てるので、ちょうど次か、次というかもう始まるのかな、見てください皆さん、私も見ます。リレイク曲は、そう、誰よりも高く飛べと、ノーゴーと、約束の卵、3つだよね。そうだよね、合ってるよね。そう、参加させていただきました、ダイレクトレーニング。ありがたいです。あ、もう終わりだ。19歳の抱負は、頑張る。頑張る、はい、そんな感じでもう終わりましょうかね。はい、では最後にバイバイじゃあさよなら、切りますね、さよなら切ります、バイバイ、切りますえ、これは押していいんだね、バイバイ。We'll be right back.